どうもこんばんは。今日はですね、コーンスネークのアニーさんがですね、飼育9ヶ月目ということでですね、体重の方をですね測っていきたいと思います。で、早速準備はしてるんですけれども、ちょっとね、アニーさんがですね、ここにいます。はい、わかりますか？こんなところにね、いちゃったるんですよ。引っ張り出すのがめんどくさいですよね、ここにいるんで。ね、まあちょっとね、引っ張り出します。まあ、あらかじめ準備しときゃよかったんですけど、まあ、あれですよ。あんな流儀というか、やべえ。皆さん見えます？画面右端。来ちゃいましたね、こいつが。さあ、出てこい。出てこい。我が友よ、引っ張り出すぜ、お前を。おっと。よーし。はい。よし、重さ 0g ですね。はい。あ、ちなみに前回ですね、111g です。ちょっと待って。あ、もうその隙間入るな。0、0、0、OK。乗せます。はい。前回 111g から増えたね、196g にサイズアップでございます。ねえ、猫も見ていますね。しかし手を出さない。さすがうちの猫と言っておきたい。でですね、アニーさん、でかくなりました。でですね、ハンドリングもですね、だいぶやりやすくなりましたね。あの、来た時はね、うどんぐらいでね、こんな細くてね、30センチぐらいだったんですけど、まあね、小さい時ね、ハンドリングするのがね、怖かった。こうね、掴んだ時に潰さねえかと思ってね、それがね、怖かったですね。でもね、もうこのサイズになったらね、全然平気。もうハンドリングも怖くない。まあ、怖くないっていうか、安心して持てますね。でですね、なんか、僕の動画見ていただいて、今ね、3名の方がですね、コーンスネーク飼いたいなーと言っててですね、そのうち3名の方がですね、コーンスネーク飼い始めましたってことでですね、いやー、非常にですね、ヘビ飼ってる僕からしたらですね、そう、ヘビを好きになってくれる人がですね、増えて大変嬉しい限りでございますね。で、お二方とはですね、連絡取り合ったりですね、PS4 の方でですね、チャットでお話ししながらですね、こういう状況ですっていうのをね、やってますね。ちょっと待て、ちゃちゃ、手は出したいかん。ヘビに手は出すな。お前はマウスを見とけ、マウスを。で、なんだっけ？ちょっとこういろいろ話しながらですね、こうした方がいいですよ、ああした方がいいですよってですね、なかなかね、皆さん、いい柄したヘビ選んでるんですよね。まあ、僕はね、もう安い、普通のよくいるこういう色を選んだんですけど、なんだったっけな、ちょっと黒っぽい色とか、そういったね、多分間違ってるわ、方選んでるんですけど、なかなかいいです。ね、やっぱりね、最初は可愛いんですよ、飼ってたら最初は。けどですね、だんだん続けていってください。もっと可愛くなりますから、もっと可愛くなります。で、もう慣れてですね、もうすっかり慣れてくれて、もうハンドリングもね、こうビュービュービューってね、しやすくなるんですよ。なかなかね、それはいいことです。でね、飼い始めてね、やっぱり大変なのはね、ちょっと餌ですよね。車の移動とかで環境が変わったりね、したことによるストレスとかね、そういうのがあると思います。で、ちょっとですね、前回のね、8ヶ月動画でも若干見せたんですけれども、こうアニーがですね、床をこう這う蛇行。で、今日もね、それ見せたいと思います。で、見せる場所はですね、はい。俺のベッドの上だ。やべえ、お前は来るな、お前は来るな。こんな感じでございますね。これ僕のスマホと比べてもこんな感じですよ。差がね、だいぶある感じですね。で、抱っこそうこうしてくれねえな。こういつもやったらニュルンニュルンニュルンっていくんですけど、ほら見てこの猫、やばいっしょ。ヘビでこれですよ。ヘビでこれ、皆さん。ヘビ見て、この反応。いや、ちょっと待って、枕の裏。ほら、そこはダメだ。
こんな感じですね。蛇行します。で、ハンドリングもこんな感じでですね、しやすいですね、非常に。で、とりあえずね、一旦ケージの方に戻しましょう。よいしょ。すまない、兄。もう少ししたらまた出すわ、用事があるから、お前には。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。最近ね、力が強くなりましたね。やっぱこれだけね、胴が太くなるとですね、力はね、つきました。で、おい、おいおい、何をしておる。で、今日はね、ちょっとね、ヘビ飼い始めましたって方にですね、僕はですね、とにかく水苔シェルターを進めています。で、まあ理由はですね、まあ動画結構いろいろ言ってると思うんですけど、まあ脱皮不全を起こさなかったり、落ち着いてる空間ですからとか、まあそういうのもあって水苔シェルターを進めております。で、自分ね、最初使ってた水苔シェルター、2代目使ってた水苔シェルターって置いてるんですよ。で、最初使ってたね、水苔シェルター、ちょっとね、これ紹介してなかったんで紹介したいと思いますが、こちらです。はい。よくね、卵とかね、こういうの入ってるやつですね。で、ここをですね、カッターで切りまして、周りをね、黒いビニールテープで囲いました。で、理由は何かと言いますと、ちょっと暗くして落ち着けるようにしてます。でね、当初使ってた水苔もですね、そのままですね、これ。こんな感じでね、もう使ってないんで、乾いちゃってますけど、こういった感じで、当初の水苔はですね、そのままこれ置いてます。で、こういったね、ちっちゃいタッパーにこれぐらいの水苔入れてたらね、30センチだったんでね、十分ですね、これぐらいあったんで。で、次に使っていたのが、これはね、動画でも見てると思います。こちらです。こちらの水苔シェルターですね。これもね、ホームセンターのですね、食品保存容器ですね。で、ちなみにこれはですね、容量としては 1.6 リットルです。容量 1.6 リッター。で、当時の水苔そのまま残ってますね。使おうと思えば使えるんですよ。てか、今の兄でもこれ十分なんですけど、まあ、ちょっとなんとなく気分的にね、大きいのにしました。で、現状。今使ってるのがこちら。内容量はですね、何部だ ?2.2 リッターの一箇所入り口ね。で、まあ当然水苔でこんな感じですね。で、アニーさんどう見るかな、ここね、ひっくり返るな。ここにですね、アニーのドームがあります。この下に、こういう感じで。ここ寝床ですからね、まあ、崩さないでおきましょう。で、大きさはね、比較するとこんな感じでございます。よいしょ、カメラ動かします。こんな感じで初代、2代目、現代、こういう感じでですね、アップしていっておりますが、これからさらに大きくなりますと、これもですね、当然 2.2 リッターから今度3リッターのにね、アップさせようと思いますが、まあ、あとね、5ヶ月はこれでいきます。5ヶ月はこれでいける。もうやっぱこの辺からね、尻尾がダラーンってね、はみ出すようになったら、まあ、それは変えないといけないですけど、まだ大丈夫ですね。で、8ヶ月目で、あれ体重何部だったっけ、忘れた。でね、皆さんね、話変わりますけど、いろんな名前つけてるみたいなんですよね。一人しか聞いてないんですけどね、ちょっとチャットしながら。で、うちのね、兄の名前、由来なんですけれども、名前から来てます。そのままコーンスネークの。で、何かというと、ね、種類がですね、まあ、コーンスネークのアメラニスティックっていう名前なんですよ。まあ、正式には。アルビノと言ってますけど、実際コーンスネークのアメラニスティック。で、この後、2から取って、アニーさん。でね、アニだけだったらね、変な感じですから、まあ伸ばす感じでアニーっていう感じにしましたね。まあ、こんな感じで名前は選びました。よいしょ。まあ、飼育9ヶ月なんですけれども、長さはいい感じですね。何センチだろうな。今、足。多分ですけど、憶測で、80センチですね。いや、ないな。絶対ない。75ぐらいですね。75センチはいってるとは思います。でね、ちょっと成長悪かった時期あったんですよね。
12月か2月かね、その時にですね、その月に餌をですね、3回しかやれなかったんですよ。1月に餌を3回、2匹ぐらいかな。2匹3回で合計6匹ぐらいしかやれなかった時があって、まあその時はね、店にマウスの在庫がなかったっていう状況だったんでね、もうこれはね、やむを得ない事情だったんで、その絵がね、ちょっと聞いて、若干このね、日、飼育日数にしては、ちょっと小さいかなっていう気持ちしてます。あくまでも個人的なあれですけど。まあ今日はね、8ヶ月じゃなくて9ヶ月でですね、これぐらい成長しましたよっていう動画でですね、まあ皆さんもですね、コーンスネープ、飼い始めましたっていう方増えていますので、これからもですね、大事にしてやってください。愛情を込めて育てればですね、とてつもなく懐いてくれるし、とてもですね、賢いヘビです。ね。前は俺の指を理解してるからな。うら。はい、これ顔です。綺麗でしょ？強くは押さえてないです。こうやってここ握ってるだけ。俺の手が汗ばんでね、なかなか滑らないそうで、ちょっと嫌がってますね。はい。今日はこんな感じですね。ご視聴の方ありがとうございました。またね、何かね、あればですね、いろいろとね、まあ、動画にしていきたいと思いまして、また質問なり、コメントなり、おかしいな。質問なりね、リクエストなりあればですね、動画のコメント欄の方にですね、書いていただければ、できるだけね、答えるようにしております。まあね、拾えてないのも多分あると思います。全部把握できてないのとか、一応見るようにはしてますけれどもね、そこら辺ご了承ください。では、今日はご視聴の方ありがとうございました。また何かあれば動画していきたいと思います。